ドッキンレディオ。6時台はロッキンレディオ応援隊です、はい。まあね、今年度もお世話になりました。ましたね、合宿アーレ誇る、そしてウォークランプロジェクト、はい、ウォークランプロジェクト、はい、この時間をご紹介しますということで、スタジオには誇るから浅井君、そしてウォークランプロジェクトから初登場の園村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはね、園村さん、はい、初めてですね。初めまして。入って、1年間は誇るで。あ、そうなんだ。はい、あ、だからかな。勤めていたんですけど。あ、そうなんですね。はい、で初めてだじゃないかなと思います。あ、シフトチェンジ。シフトチェンジ。というものですかね。ウォークランプロジェクト。そうですね。なんですか、やっぱり合わなかった、朝くんと。いやいや。ここで。違った。違う。このガチガチ。嘘。普段見ない。ね。あららです。ある意味ね、新鮮なんですけれども。まあ、誇るとウォークランプロジェクトじゃ全く違いますからね。そうですね。改めてご紹介いただくと、ホコルはどんな方に来てもらう場所というか、はい、介護保険をお持ちの方に、ご利用していただける、いわゆるデイサービスなんですが、リハビリに特化した、運動メインですね、で、ご利用していただいております。はい、そしてウォークランプロジェクトは、ウォークランプロジェクトは、主に自費ですね、パーソナルトレーニング、パーソナルで1対1での対応させていただく施設になっております。まあ、贅沢な空間でマンツーマンで。まあですね。もうかなり、でもその逆にこのこちらからその通う方にしてはマンツーマンとかの方がいろんなこと相談しやすいし、分かりやすくなんかできるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。その中でやはりこう信頼関係ができていくの で, です、ね、ね、もう言いたいことを言っていただける環境になっているんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。ね、その村外せとか。そういうことないね。なんで朝日君が行けるわけだ。今林君がいい、あやみさんと林さんちょっとなんか落とし入れてるっぽい感じがするんですけど。いやいや、大丈夫ですか。でも大丈夫。村君の顔が面白くて。あ、結構好きなタイプ。いやいや、なんかいじりがいがある顔。そうですか。バレましたね。ガチガチですよ。でも朝日君がね、初登場の時はそうだったんですよ。そうです。そういう風に扱われてここまで。なんとか。確かに。ベテランですかね。立派な眉毛になりました。ありがとうございます。で、毎回まあ、誇るオープンプロジェクトらしくあるからは、素敵な新聞、ね、持ってきていただいてるんですけど、フリーペーパーを、はい、もうね、9枚目。すごい。なんですけれども、本当になんかおしゃれな雑誌みたいになってますけれども、らしくあれ誇る、これ写真もね素晴らしいんですが、2店舗目の琴平店とかね、さらになんかカフェのような空間になっております。そうですね、あの1号店とはちょっと違うテイストのカフェというかですね、そういった空間で、そういったあのありがたい声をよく聞いております。はい、こちらの、琴平店、そして月出店、浅井くんは月出店にいますけれどもね。はい、あ、ちょっと前だっけ、あのスペシャリスト2015、そうです、ね、テレビも見ましたけど、はい、テレビにも参加させていただいて、はい、また問い合わせが増えたっていう感じですかね。すごい分かりやすいね、番組だったんですけど、ただいま YouTube でも公開中、はい、見逃した方はぜひね、チェックしていただけると、ホコルとかのね、どういった形で行われてるかが分かると、はい、分かりますから。で、まあ、あの先ほどから言っていただいているように、ホコルは資格がないと、うん、利用できない、はい、介護保険がないとご利用できないという形ですね、うん、で利用できない方のためにお隣にありますウォークランプロジェクトが新しいことをやっちゃおうということなんですけど、はい、そうですね、はい、これまでは、まあ、あのパーソナルで、1対1での対応ということでしていたんですけれども、やはりこの介護保険を利用されている方以外にもですね、利用していただきたいということで、まあ、集団でですね、行えるような環境を今回作って行いたいと思っております。じゃあ今までのウォークランプロジェクトはそのままに、はい、また違うプログラムをっていうこと。そうですね、うん、まあ、月で琴平ともにありますので、まあ、週に2回ずつを今検討して行っておりますので、月ででは、月曜日と木曜日、琴平では火曜日と金曜日で行う予定です。どうですか、もうニーズって合ってますか。そうですね、ホコルの方から、ホコルをご利用の方でもやはりいらっしゃいますし、それ以外の方からも、少しずつ、いただいております。
なんかウォークランってこうジムの延長のような気がしてたんですけど、うん、またそれとは違ったじゃあ考え方で、そうですね、うん、今後これから始める事業は高齢者向けですね、うんうん、高齢者の方のジムというふうに考えていただいていいと思います、うんうん、はい、ね、どうですか園村さんは、何が得意とか、僕こういうの見逃しませんとかありますか。いや、もう一人一人の表情を見逃してるので、なるほどね、怖いからね、はい、大丈夫です、大丈夫です、伝わらないですか。いや、なんかね、やっぱジムって例えばほら、先生一人に10人、20人とかで間違って鍛えててもやっぱり気づかないでやっちゃってたりするじゃないですか、うん、それができないもんね、もうワンツーマンだとね、そういうのがもうこの顔に見られたらもう本当にどうしようみたいな。怖くないですよ。ラジオお聞きの人、どうイメージすればいいんですか。優しい顔じゃない。あそこの人、もうウォークランにはって言われるじゃないですか。大丈夫、後で写真あげようかなと思って。あ、なるほどね、ちゃんとね、分かるようにね、でもあの女性の方とかも多いでしょ。多いです ね、はい、男性とか年齢層とかっていうのもじゃあ変わってきますよね、ちょっとね、ウォークランも。そうですね、うん、高齢の方が比較的使いやすいと、うんうん、であのどっちかというと予防的な意味合いが強いので、あ、事前に防ごうと。そうです、あ、やっぱり今まだ予防っていうところが足りてないので、うんうん、予防したいということでご利用が増えてくるんじゃないかというふうに考えております。なるほど、はい、まあ、こちらはじゃあ集団でやっていくプロジェクトがスタートするということになります。はい、じゃあ改めてお電話番号をウォークランから教えてください。はい、ウォークランの方は234-6636です。はい、0962346636、234-6636、またはウォークランで検索していただくと詳しい情報もね、出てくるということになります。そしてホコルのお電話番号を忘れて、はい、0962346650でございます。はい、ございますございます。なんか最後楽しそうね。なんか最後ニコニコ見てください。最後緊張した顔。見えないからね。見えないからね。なんか彼が電話を受けてニコニコ。なかなかいいなと思って。ありがとうございます。そうなんです、たまりますよね。こっち一生懸命ね、やってますよ。横で笑われたら。ね、まあ、次世代型デイサービス起こる、はい、月出が234-6650ですね、0962346650で、琴平が2号店となります。0962236634、2236634ということで、まあ、月出か琴平かお近くのね、はい、方を利用していただくということになります。さあ、浅井君にね、また聞こうかなと思うんですけど、この新聞にも載ってるんですけど、はい、あのビフォーアフターのコーナーがあって、よく聞いてくださいました。これは何でしょうね。これはですね、今まで理学療法というと身体機能の改善、例えば肩が上がらないのが上がるようになったというところでとどまってたんですけど、ホコルで今取り組んでいるのが、その方の生活に変化をもたらすことができるようにという意味で、あのトレーニングに励んでいただいています。ここで一例を挙げたのですが、この方はですね、脳卒中発症から6年経って、まあ、自宅内でなんとか移動できるというレベルだったのが、今は靴を買いに行ってですね、あのおしゃれな靴を買いに行くというのがまたポイントでですね、はいはい、おしゃれな、そうです、でこの靴を履いて街に飲みに行くと、あ、飲みに行く、飲みに行くですね、その人の生活が変わるというのが重要だなということで今取り組んでおります。これあのテレビでも放送された方ですよね。はいはい、まあ、でもなんかそのなんだろう、ずっとこう暗かった生活がパッと明るく、そうです、本人もびっくりでしょうね。そうですね、本人もなんか、ね、ここまで来れると思わなかったって、うん、そうそう、こうおっしゃいます。すごく諦めてましたって、はい、やっぱり病気になってって言われてたのが、全然なんか違う人の人生みたいに、そうですよね。ね、うん、そういうのもすごいなと思いますけどね。まあでもこの脳卒中発症してから6年、これ決して短くはないんですけども、まあ諦めずにそのずっとずっとリハビリトレーニングを積み重ねていっての結果っていうことなんでね、はい、ぜひなんかそう、なんていうんですかね、こう焦らずじゃなくて、ゆっくり確実にいろんなトレーニングをやっていって、それが回復につながるっていうことなんでしょうね。はい、そうだと思います。ね、ぜひね、あのいろんなニュースなどもホームページに取り上げられてますので、はい、まあ、いろんなニュースがひっきりなしでございますので、らしくあれ誇り、そしてウォークランプロジェクトチェックしていただきたいと思います。まあ、ホームページにいつもラジオの模様もね、はい、アップしたりしているということなのでね、さすがですよね、今日の2人の緊張感を浅田さんも、ね、
浅田さんはもう10個ちょっとね、カッコつけたいんで、エフェクト系が必要という指こりはなるほどですね。準備万端でございます。はい、そうね、いつもあのこの番組ではリクエスト曲を選んでいただいてるんですけど、はい、何今日は新人の園村君に譲らなかったんですか？今日だけは譲りたくないという強い思いで、すいません。まあね、先輩なら譲ってやればいいのにとか思うんですけどね。ね、次回はね、また園村君があの素敵な曲を持ってきていただけるということで、はい、またあの懲りずに。来ていただきたいと思います。今回はホコルから浅井くん、そしてウォークランプロジェクトから園村くんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは曲紹介をお願いします。はい、エゴラッピンで100万年後の君へ。え、これ100万年後？ 100万年後、10万年でしたっけ？うん、あ、間違えた。待って、どっち？私に送ってない。これで曲中に訂正でようか、リバーブかけて。え、どっち？確か10、私、あなたからもらったのは10万年後だったよ。タイトルは、あ、10万年って言ってますね。10万年、あれ今100万年って言ったっけ？いや、僕100万年で言った。